一応今鶏と豚と小腸大腸を旨辛豚です。おー、すごい。最後した牛脂豚ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。すごいですね、いろんな方からすごいお花いただいて、うれいいな、もう欲しいな、今日。はい、ハラミが一番出るんですね。はい、そうですね、一番人気はハラミが多いですね、本当に。数量多いんで、駐車場が、ね、50台あるんで全部で50台あるんで。あ、めちゃくちゃいいですよね。あ、通りとしてはいいかも、ね、営業は一応11時半から9時半がラストオーダーで10時まで。お店オリジナルの。あ、そうです、この体だれが。わ、何が体だれになるの。一応今、鶏と豚と小腸大腸を体だれでメニュー出させてもらって。あ、それはもうお店のここの店舗のオリジナルって。あ、そうです、そうです。あっちメニューは置いてないんですよ。うん、多分あっちは、あの、多分出させてもらったブリスケとかが。あ、はいはいはい、はい、あの、ありましたね、確かに。こっちは今なくて、うん、なごみさんの名前入ってるのが塩なごみとか美味しそうですよね。そうですね、そうですね、そう、牛タンが選べるんで。じゃあ、まっちゃん、これ、はい、大丈夫ですか。これの、どうしますか、はい、ハラミとタンが決まってるんで、これから1種類選べるんですよ。じゃあ、読み中せもいただくから。あ、わかりました。ね、贅沢ランチいけますかね。あ、大丈夫です、はい、じゃあ、こっちで。はい、わかりました、はい、これは単品メニューですね。単品メニューですね。よく見させてもらった中でも、ね、のどぶえとかね、はい、白ホルモン、グレンスとかね、グレン、まあ、ドリンクあっての、はい、まあ、これは本当にあのランチとか関係なしでのものと、先ほどあのオーナーさんが言われとったランチがこっちです。ああ、裏に、裏にランチがこっちの方。まあ、今日はね、せっかくなんで、まあ、サービスランチもすごい大事かなとは思うんですけど、やっぱ開店したばっかりなんで、やっぱ上なごみランチと贅沢ランチっていうね、ちょっとやっぱり景気付けというかね、ね、しとかんといけないですよね。そうですよね、美味しいランチ。まあ、もちろんなんかコスパのことも考える部分もあるんですけど、まあ、もちろんね、皆さんこういうねサービスランチ注文してもいいと思うんですけど、ね、1号店と同様のね内容の感じになってます。まあ、名物のね大盛り3号もあったり、なんかこういう感じで分かりやすく書いてます。名古屋さんね、今日は今4月。おー、すごい。先ほどした牛脂豚ですね。これちょっとやご飯の小少なめです。ご飯の小少なめ、こちらご飯の台になります。はい、こちらランチのスープになります。熱いのでお気をつけください。この量うま辛豚ほんとだ、上なごみランチ。のど笛なんですけど、焼き上がりました。そちらの岩塩でください。ありがとうございます。ありがとうございます。では、この辛豚からいきます。店舗限定の、
程度焦げ目がついたらね。だいぶこれ焼けてますよね。もう一面を焼きましょう。よいしょ。でここのね、はい、なこみさんはねやっぱタレがねちょっと特徴的、味噌だれがねやっぱ結構ね僕はおすすめ、おすすめで、まあもちろんね醤油とかポン酢とかねあったりするんですけど、これ味噌だれ。そうなんですよ。で、これは何ですか？醤油だれです。醤油だれ、まあ、ポン酢でもありますんで。レモンだれ全部入れちゃってますね。そうですね。これね、これでチーズと、あーすごいな、これこれすごいですね。いただきます。これやばいっすね。これご飯ほんまにいけますね。パンのね硬さもちょうどよくて焼肉に合う米。じゃあまっちゃんは上なこみランチで、僕贅沢なんで。贅沢っすよね。嫁泣かせが分厚いんすよ。おお、これちょっとこの感じ、他のところ読めなくて分厚い。そうね、ちょっとこれで。なんか火の通りの加減っていうか時間もちょうどいいですね。なんか早すぎず遅すぎず。一応ね、火力強なんですけど、ゆっくり、まあ、強ですけど、ちょうどいい感じ。おお。一応ね、この大盛りのご飯、シェア可能なんで。え、シェア可能なんですか？可能なんで、店員さん言ってたんで。結構ね、シェアダメなとこ多くないですか？確かに。でもここはね、良心的な感じで。びっくりしたっすね。産後あるそうですよ。これがっすか？産後あるらしいですよ。確かに、それはやばい。まっちゃんはやっぱ肉しっかり焼く派ですか？いや、全然どっちでも。ものによっては焼いた方がいいんかな、豚とか鶏とかは。この野菜が炭になる前にちょっと取った方がいいかも。あ、そうですね。牛から先ですかね、俺も。いきましょう。いい肉っすよ。ちょっと僕味噌だれでね。はい、僕もちょっとおすすめって聞いたんで味噌だれで。はい、どうぞ。はい、はい、うん、うん、あ、やば、ステーキステーキめっちゃボリュームが、うん、これがね、また美味しいお肉ですよ。うまっ。しっかり食感もあって、このキャベツちょっといただくと炭になりますね。ね、またちょっと嫁なんかでいただいてもいいですか？どうぞ食べてください。たまに食べましょう。じゃあこの食感、うん、たまらませんね。醤油だれつけて。醤油だれ僕もちょっといきました。初醤油だれ、うん、あ、醤油だれも結構甘みがね効いてて、これ甘い感じですね、醤油だれ、うん、なんかね懐かしい感じの。そうですね、大衆食堂というかね、なんか大衆食堂の焼肉っていうか、はい、誰みたいな、まあ、もちろんこちらの人はね大衆焼肉って書いてますけどね。一応ね、やめたら行きましょうかね、はい、せっかくなんで腹も今さっきも言った満腹定食の多分一番の推しみたいですね。満腹定食でしたっけ？上なこみでしたっけ？上なこみでした。上満腹の一番のそうですね、すすめはハラム。そうね、あっさりして誰でも食べれるみたいな。見ますか？ハラム？
今度個人的に食べちゃう。いや、ぜひ。行きましょう。個人的にね。ニラが好きな方はこんぐらいで。あ、はい。どうします？なんかハラミとかできます？焦げるけど。お、行きますかね。じゃあ、まっちゃん、手前から。手前からこっちから。まっちゃんの、はい。これ焦げるんで。あ、ここに。手前ですね。やっぱね、おいしいな。タレがうまい。厚切りタンですね。あ、まっちゃんの方は厚切りなんだね。はい、そっち薄切り。薄切りですね。ここでもちょっと違うぐらいですね。手切りなんですね。あ、こっちですね。今日はいいかなって、明日はダメなんですよ。あ、仕事なんで、ね、ニンニク入れてそう、自分でニンニクでやったらね、お客さん怒られるんですよ、接客業やっぱり。あ、まあそうですよね、どうしてもそういう部分は。いや、怒られてたら匂いね、やっぱ気にしますよね、仕事中は。そうですね、何もない日に。いや、ね、いけるってのは、あの昔もそうだったんですけど、やっぱ仕事しようった時ってニンニク控えとったんですよね、ランチにニンニクがないもん。でもニンニクってやっぱいいですよね。健康的ですか、ね、薬味ですよね。そうですね、今は喉笛があるんですか。そうですね。ピエールさんでもね、アングラもう一発んといったんじゃろうけど、僕までちょっともらってんすよ、ご飯。まだ食べるんですか。いや、これもらったんですよ。シェアでね。あ、いいですよ、全然。ちょ、2杯目なんですか、2杯目つけてのご飯、やっぱ家計をしますね。あ、ちょっと、はい、はい、なあ、これ絶対女性喜ぶ味ですよ。うん、歯応えがね、あの最近ね、女性がさ人気じゃないですか。うん、もう肉の旨味が出ようですもんね。ね、肉汁が肉汁が、ね、いただきます。うまっ、うん、あれですね、もう他のとこに置いてないお肉、あんまね、馴染みがないので。ないです、そんなの。あります、のど笛です、480円で。でも豚ですね。うん、豚です。本当に柔らかい感じで、いや、俺もうね、やっぱちょっと美味しいわ、ほんとに。いきます。はい。はい、はい、どうぞどうぞ。あ、これはあんまり食べたことない。コリコリ感が。食感と。コリコリ感強いですね。うん。うん。うん、これでも逆に。あ、これレモンとか絞ったら。いいのね。ね、確かにさっぱり。元気が出そうですよね、これ。元気、元気、でもスタミナ。スタミナメニュー。ね、なんか高タンパクだね。うん、ありがとうございます。じゃあちょっといただき。ああ、どうぞ。じゃあ、ちなんかね、アイスの採用した。あ、じゃあどうでした？ね、とってもそのランチがお値段以上でも物ですよね。すごく安くてボリュームがあって美味しかったです。ご飯も食べきれんぐらいあるんで、もう本当にね、3号100円プラスで食べれるんで、ぜひ皆さん行ってみてください。なぐみさんでした。